タラの木は、ウコギ科の落葉低木。新芽を、タラの芽、タランボなどと呼び、スプラウトとして食用に販売もされている。天ぷら等に調理される。タラと呼ばれることもある。地方によって呼び名があり、タランボ、鬼の金棒、タラッペとも呼ばれている。日本の北海道、本州、四国、九州。 沖縄のほか、朝鮮半島、中国、千島列島、サハリンの東アジア地域に分布する。林道脇など日当たりの良い山野に自生する。いわゆるパイオニア的な樹木であり、森林が拡乱を受けると、例えば伐採や土地に素早く出現し、生育環境にも夜が1年で20から60センチメートルほど伸び、5年で3メートルに達するものも珍しくはない。 高さは2から5メートル程度、幹はあまり枝分かれせずにまっすぐに立ち、樹皮には幹から垂直に伸びる峠が多くある。葉は五星で、幹の先端だけに集中する。葉芯は、奇数2から3回以上複用で、全長が50から100センチメートルにも達する大きなものであり、全体に草質で、艶はない。葉兵は、長さ15から30センチメートルで基部が膨らむ。 商葉は、卵形から楕円型で、長さ5から12センチメートルで、裏は白を帯び、葉片に巨子がある。葉全体に毛が多いが、次第に少なくなり、柄と脈状に荒い毛が残る。夏頃、枝先に、長さ30から50センチメートルほどある、副僧状の果樹を複数つけ、多数の小さな白い花を咲かせる。花弁は三角形で5枚、雄水は5本で突き出ている。 自家受粉を防ぐため、ズイが先に熟して落ちた後、5個のメシベが熟し、秋には黒色で球状の果実となる。分類上は幹にトゲが少なく、葉裏に毛が多くて、白くないものを、メダラと言い,い、栽培されるものは、むしろこちらの方が普通である。市販されているタラの芽、特に有名なのは、新芽の山菜としての利用であるが、樹皮は民間薬として、権威。 競争、強制作用があり、糖尿病にも良いと言われる。タラの目の採取方法採取時期新目の採取時期は、桜の八分咲き頃に同期しており、里の桜がタラの目の採取時期でもある。採取は、先端から上に向いた一番の目と、その脇から斜めに伸びる二番程度までとし、あとは、昨年に伸びた枝を見て、目の候補が残っているか確認する。 一定の時期を過ぎると候補となる、目の元は枯れて発芽しない。脇芽を含めすべての目を摘み取ると立ち枯れする。調理方法は亀を天ぷらにするのが一般的で、口いっぱいに広がる独特の方向が特徴的である。単に湯がいて、おひたしやごまの和え物にしたり、油で炒めて食べてもよい。タラの木皮として、樹皮は、木皮、根皮は、 コンピと呼んで生薬として用いられる。樹皮の部分は、白ヤとも呼ばれるが、中国薬物名の義は、タラノキの仲間の別種である。乾燥させたタラノキ側を占じて、1日3回に分けて服用すると、血糖効果、毛に、成長、糖尿病、腎臓病に効用があると言われる。また、目を食べることで、同じような効果が期待できると言われている。 コンピも、タラコンピという木薬で、糖尿病の症状に対して用いられる。高血圧や慢性胃炎には皮付き枝を刻んだもので、お茶代わりに飲用することもでき、常用しても支障は出ない。温める作用がある薬草で、熱があったり、のぼせやすい人や、妊婦への服用は禁じられている。水臓の β 細胞に障害を与えた、糖尿病モデルに対してタラの目中出物を投与。 したが、改善効果は認められなかった。一方、ラットへのブドウ糖や初糖の負荷投与に際して、血糖値上昇が7から8割も抑制された。このことから、タラの目は糖尿病の治療というよりも、予防や悪化防止に効果があると考えられるとする報告がある。なお、タラの機材は詳細供用に使われる。ありがとうございます。